Suzuki。はい、さ、前回までは紙幣が誕生するところまでお聞きしたんですけども、はい、今日はその続きということでございます。そうですね、はい、それぞれの地域での話をしましたよ ね、 でだけど中世ヨーロッパは強大な権力がないために下がっていったっていう話をしましたけど、はい、銀行が生まれるのは中世ヨーロッパなんですよね、はい、またこっちでヨーロッパに。そうだから全部意外な動きをし続けるんですけど、中国じゃないんですね。中国じゃないんですよ。なんでこれが中国じゃなかったかっていうのもめっちゃ面白いんだけど、はい、まあ、まず銀行ってまず何なのかって話ですね、はい、これはまあ大きく4つの特徴を持ってると言われていて、うんうん、1つが顧客から預金を受け入れること、はい、あとその顧客に対して口座を提供していますと、うんうんうん、あとは融資を行っています。貸し付けとか当座貸越というか、これ重要っぽいですね、はいはいはい、融資を行っています、はい、あとは小切手とか手形とか、うん、そういうものの取り立てと支払いをちゃんと、まあ、ちゃんと決済を管理できてますよという状態ですね、まあ、こういうものが銀行の特徴というふうに言われてるんだけど、はい、これに近いものはですね、すでに実は古代からあったんですよ。近いものはあったんです。そうなんですか、はい、メソポタミアでも、はい、そのお金を預かる、はい、そこを利用利息を伴うみたいなこともあったし、ギリシャでもあったし、うん、まあ、アテネでもあったし、あとは両替とかも、聖書とかにも両替商とかが出てくるんだけど、エルサレムとかでも両替してる人とかがいたみたいなんで、そのちょいちょいかじってるところはあるんですけど、中世ヨーロッパで一つ革新的な技術というか新しい専門的な専門性が出てくるんですよね。何やろ。それによって結構こう銀行というか銀行の本質がそこから見出されていくし、金融技術が一気に変わっていくんですけど、はい、端的に言うと、はい、手形の交換制度っていうのができるんです。交換、手形がまず何かわからないという方もいらっしゃると思うんで、はいはい、そうですね、そうです、はい、ちょっと、まあ、その説明もするんですけど、はいはいはい、最初から話しますね、はい、で銀行の特徴とかそんな感じで、うん、手形の交換がその大事ですっていうのを、うん、まあ、覚えてもらった状態でちょっと話し始めるとですね、そもそも中世ヨーロッパの状況っていうのが、うん、その7世紀以降ですね、そのやっぱりいろんな政治的不安であるとか、うん、いろんなところでこう局地的な戦争が起こったりとか、うん、あと外国からバンバン侵入されたりとかで、はいはいはい、そもそもね、まともに貿易とかできる状態じゃないんですよ。はいはいはい、うん、で9世紀にはさらにノルマン人が来たりとかね、はい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 、で10世紀以降でマジャール人が来たりとかね、うんうんうん、で一方でこうイスラム系のイスラム教国が来たりとかして、どっちかっていうとこう攻撃しますというよりも、うん、もう閉じこもって防備しますみたいな時代に突入していくわけです、はいはいはい、うん、これは国家が強大な権力がないために各都市がですね、うん、ギリシャのポリスみたいな感じで都市国家になっちゃってしまうんですよ、うんうんうん、でそれの結果経済めちゃくちゃ衰退していってしまうんですよね。うん、そうなりそうですね、はいはい、でその富とか生まれても、うん、その大部分はその、うん、なんていうかな、この都市国家の中での偉い人にこう吸い上げられるみたいな状態になるし、交易でそのなんかやり取りされる品みたいなものもニーズとしてそもそも存在しない状態になっちゃうんですけど、11世紀ぐらいになった時に農業生産性が向上するんですよ。これ農業の技術が発達があって、農業生産性向上っていうのが起こるんですね。そうするとそこそこの余剰生産ができるようになるんですよ、うん、今その自分たちが住んでる土地だけで結構たくさん余剰生産出てきたぞっていう風になったんですね、うんうんうん、でその時にイタリアの都市は海がありますよね、うん、イタリアってイタリアありますね、はい、なんで、まあ、アテネもまさにそうだったんだけど、はいはい、海があるので、はい、交易が比較的しやすかったんで、はい、ここでちょいちょい交易がまた再開し始めるっていう状況が発生します。でこれがまあ12から14世紀ぐらい、11世紀にそういう状況がこう確変が起きて、うん、そこから銀行が登場するのが12から14世紀にかけてどんどん発達していくんだけど、はいはいはい、まず十字軍っていうのがありますね、うん、これ何回か出てきてるキーワードですね、十字軍、はい、十字軍自体はね、はい、詳しく言っちゃうともうこれで普通に一つのシリーズになっちゃうんで、それはそれでどっかでやろうかなと思ってるんだけど、はいはいはい、簡単に言うとキリスト教対イスラム教の戦いです。はい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 、でイスラム教にエルサレムを奪われてると、うん、でエルサレムってほら
キリスト教、ユダヤ教、イスラム教の聖地。聖地ですね。はい。キリスト教徒もエルサレム欲しいですと。うん、でそれを取り戻しますっていう名目をもとに、はい、うん、行くっていうのが十字軍です。うん、まあ、大義名分はそれで、実際その冒頭言った経済的理由であるとか、うんうん、いろんな理由が絡んで、うん、その十字軍っていうのが実際に行われますと。うんうん、でその十字軍を起こしますってなった時に、うん、それまでほら都市でちっちゃく分かれてちっちゃく戦争してた人たちじゃないですか。うんうんうん、それが久しぶりにですね、うん、連合して、うん、集まれって集まって攻めるってなるんですよ。はいはいはい、でこの時点でめっちゃ金がいるんですよ。はい、そう、これって帝国とかじゃないと払えないわけ、これ。はい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 、けど帝国ないじゃないですか。はいはい、なのにお金の需要が出たんですよね。じゃあここに誰がお金を払うことができたか。おイタリア商人しかいなかったんです、さっきの。金持ちがそこしかいなかった。基本的にある程度金持ってる人が、はあ、まあ、イタリアとかにしかいなかったんで、はあ、ベネチア、はあ、ジェノバとか、あとピサのシャトーで有名なピサとか、はあ、ここら辺にいる、まあ、あの有力な商人の人たちから君主がお金を借りて、それによって軍をこう作るっていうやり方をします。でこれで攻めていて、まあだから投資だよね、はい、成功したらいいし、失敗したらほんと払い損みたいになっちゃうというか、はい、まあ、最悪回収できないですけど、はいはいはい、まあ、攻めて成功するんですよ最初らへん、はい、でそうするとトルコの沿岸が取れたんですよね、はいはいはい、でトルコの沿岸が取れたら、うん、このトルコ沿岸とそれはイタリアのこの海挟んで安全に交易できるじゃないですか。この海が安全だってことになるわけ。ちょっとこれあれですね、世界地図見ながら多分ね、うん、聞いた方がいいと思うんですけど、はい、分かりました。海を取り囲むところを全体を取れたので、はいはい、安全にその海の中を船で行き来できるようになりますと、はいはいはい、これによって、うん、イタリアに莫大な収入がさらに、うん、要は投資成功したわけです、はいはい、皆さん、はいはい、投資成功して莫大な収入がいきなり生まれるわけです、はい、これは数百年ぶりの、はい、莫大な収入が、はいはいはい、イタリアに、今までみんな自給自足で自分たちが生きていくのに精一杯だった中世時代を、はいはい、急にイタリアだけがですね、うん、脱し始めるんですよ。はあ、はいはいはい。でここで脱し始めたイタリア人がですね、はい、まあ、商人なんで、うん、こういろんな貿易を始めるんですけど、うん、この貿易を始める中でですね、うん、違う国に行って貿易するんですよこの人たちが。ほうほう。すると困ることがあって、はい、この当時そのローマとかで作られたコインまだ使ってたりするんだけど、はいはい、コインを持って運ぶのが怖くなるんです。あ、取られるから。そう取られる強盗リスクも半端ないし、はいはい、重いんですよね。あ、そうか、また船とかだったら。そうなんです。でその遠くに行くからには大量の取引をして帰った方が移動コストが1回で済むからいいじゃないですか、はいはい、けど大量取引しようとすると大量の金属を道中携えないといけないぞっていう話になってくるので、これは難しいねってなるんですよ、はい、で、実はですねドイツ、まあ、北ヨーロッパの方で、うん、イタリアとまた別の場所で、うん、年一って言ってですね、うん、なんかあのなんか幕張メッセみたいなところがある急に知ってるとこ出てきたあれどこだっけ、あ、東京のあそこビッグなんだったんですか、ビッグサイトかな、ビッグサイトみたいなとこあるんですよ、あのドイツに。何がですか何がですか、雰囲気あのいろんな商人がバーンって集まって、自分たちのその商品を見せ合って買い合うみたいな展示会、展示会をロックフェス行われてるんかじゃなくてビッグサイトみたいなところがあって、そこみんなで集まってビッグサイトしてるんですよ。はいはいはい。そしたらそのさっき言ったあのいろんな商人がもうこれ以上貴金属持って歩きたくないっていうニーズ持ってる状況が発生するんですね。でそこが発生した時にあの一つ確変が起こるんですけど、さっき言った手形、この手形にこれで決済できるんですよ、紙で、紙幣じゃないんですよ、ちょっと違うんですよ、これ自体が価値が、まあ、あるんだけどこれとお金が交換できるよみたいな、うん、そういうものを発行してそれでやり取りしようぜみたいになっていく、うん、でこれによって手形っていうのがまず生まれるんですよ、はい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 、でここでねもう一つねちょっと皆さんにちょっと伝えたいすごいことがあって、はい、なんだあのね、はい、
手形が生まれた時にその手数料であるとか、あと手形に伴って銀行が発達していって融資とかが生まれるんだけど、その融資でさっき言いましたけど宗教的な理由で利子を受け取っちゃいけないんですよ。イスラム全部、あ、イスラムもキリストもユダヤも、キリストもユダヤも全部ダメなわけ。だから古代って利子受け取っちゃダメなんですよね。だから銀行業とかがさっきあったとは言ったけど発達しきらんのですよ。銀行業発達しきらんわけ、利子受け取っちゃダメだからさ、無理じゃん。もうアリストテレスも全否定してますからね。でそれはなんでかっていうと、そのお金を持ってたらお金がを生んでしまうっていう状況を作ってしまうと、その国家権力からするとですね、地方豪族がめちゃくちゃ力つけることになっちゃうんですよ。なるほど。それを防ぐためにも多分宗教の中に利子禁止みたいなのを入れ込んだんじゃないかって言われてんだけど、利子が受け取るのははしたないことだと。なるほど。それは絶対ダメだと言われてる。ただユダヤ教は他のユダヤ人以外の人に対してから利子を受け取ることは良いとしていたので、ユダヤ人が少数民族であるユダヤ人だけが各地で金貸し業とかをやってた。そこだけ。だからユダヤ人からロスチャイルドとかが生まれるルーツはそこにあるんですけど。ちょっとうわすごいなそれは。で彼らにすごい富が集まって、すごいで嫌われていって、キリスト教につながるんです。そうそう、反ユダヤ主義として嫌われてるっていう。ちょっうわ。でまあそうやってユダヤ人だけがやってる状況があって、利子受け取っちゃダメだから、キリスト教徒が銀行を作って発達させるっていうことがなかなかできないわけ。はいはいはい。だってキリスト教徒のお客さんでユダヤ人にしたとして、キリスト教徒も実は他教徒にあれしてもよかったんだけど、ユダヤ人って数少ないからお客さんなんないじゃないですか。はいはいはい。キリスト教徒同士でやれないといけないんだけどできないと。はいはい。これがなんでできるようになったかっていうと、さっきさ一つの帝国じゃなくていろんな国がバラバラになったって、で都市国家みたいになったって言ったじゃないですか。はいはいはい。通貨が別々なんですよね。はいはい。これ通貨が別々だと、これ両替しないといけないじゃないですか。はい。そうするとね、換算すりますよね。はいはい。この換算レートの中に利子を入れたんですよ。なるほどなるほど。つまり必ず両替が発生するっていう環境だったので、はい、宗教上の理由を無視して、無視してというか宗教上の大義名分を置いといて、両替の手数料の中にレートを、利子レートをそのまんま入れることができた。利子じゃないですよという名目で利子分も入れることができた。うん。これは帝国が統一してたらできなかった。そのヨーロッパはすごく強い宗教的制約があったので、その制約の合間をかいくぐれる大義名分というか理由が作れちゃったんですよ、両替の中に。環境が技術を作った感じだね。で、それはその中世ヨーロッパはあの経済が落ちてた時はそれもできなかったんだけど、さっき言った理由で偶発的にイタリアだけがボンって上がっちゃった時にそれを理由にして利子を入れ込めるようになったので、これで金融が発達する措置が作られるんです。めちゃくちゃ面白い。あーすごい。これによって銀行まで一気にブワーっていくんですよ。そっからイタリアと北ヨーロッパで両替、今までずっとそれが制約だったわけ、利子を取っちゃダメだよっていうのが。けど一回経済停滞して上がってくるときに謎の理由がつけれるようになって、できるようになって、でしかもその為替手形っていう新しい発明があったので遠隔地での決済ができるようになるんですよ。これ多分手形を一回説明が必要かもしれないですね。まあ手形はだからそのベネチアにいる人と、はい、じゃあドイツのフランクフルトにいる人がいるとしますよね。はい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 。でベネチアのベネチア銀行に、はいはいはい、じゃあ僕が口座を持ってます、うんうん、でじゃあ樋口さんが、はいはい、フランクフルトのフランクフルト銀行に口座を持ってます、はい、で僕だから別々の銀行で別々の口座で別々の場所で持ってる状態ですよね、はい、この状態で、はいはい、で僕が、じゃあ樋口さんから100万円で何か買いました、うんうん、はい、ってするじゃないですか、はい、でも、僕がそれを現金を持ってフランクフルトまで行くのはとても大変だと、うんうん、なので、はい、僕の口座から樋口さんにそのまま、渡してしまいたいと。100万円もらいたい僕は。そう、はい、ってなった時に、はい、僕が手形を発行するんです、はい、ってことですね。そう、僕の口座から100万円下ろしていいよっていう手形を樋口さんに渡す、はいはいはい、そして樋口さんがそれを持って、フランクフルト銀行に行くとベネチア銀行の口座から落とせるってこと、うんうん、
ってことですよね。そう、はいはいはい、これが手形です。これが手形、はいはいはい、今銀行別々にあえてしましたけど、これもすごく大事だったんです。はいはいはい、国が別々だから。ああ。別々の銀行で、その、できるっていうこともすごくこの時大切だったし、銀行がたくさん支店があったってことも大切だったし、口座があるってことも大切だし、これによってその遠隔地で簡単に決済ができるようになって。たんですね。いやこれがかなり重要ですよね。離れた場所にお金を送るっていう技術ですよね。これは経済圏が拡大するよね。そうですそうです。で、なるほどなるほど、この時点で、はい、もうすでに言いましたけど、はい、イスラムからだいぶいろんなその会計技術とか簿記とかの技術とかも仕入れてたんで、うん、まあ、こういうことを成り立たせるため の、 その素地としてはそういうアラビア数字とかがあるよっていうことですね。またね、ここで数学とかも関係してくるんですよね。そうそうそう、はいはいはい。でここから、うん、銀行家がどんどんでかくなっていくんですよ。やっぱり使われる頻度が、うんうん、今まではね、君主とかがお金借りるとかばっかりだったわけ、うん、けど商人が事業家たちがバンバン使うようになっていくわけです、これで、うんうんうん、そうするとめちゃくちゃ数が増えますよね、はいはいはい、それの結果、うん、その銀行業が発達していくわけです、うん、で銀行業が発達した結果すげえ銀行家が出てくるんですよ。銀行家、はい、メディチ家って聞いたことないですか？メディチ家、はい、ない。ごめんなさい、もう詳しくなさすぎて。そうですね、はい、世界史ちょろっとかじったら聞いたことあるかもしれないです、はあ、メディチとか、あとフッガー家とかですね、はあはあ、そういう、まあ、世界史の教科書に一応太字で出てくるような、はあ、大きいというか権力者の家が出てくるんですけど、はい、この人たちがもともとその銀行から出てきてる、最初ギャングみたいな人たちなんですけど、銀行業をやり始めて銀行で財を成して、うん、そのまんまでかくなっていきますみたいな。でこのイタリア、もともとはね、でもイタリアで生まれてるメディチもイタリアなんだけど、はい、イタリアで生まれたこの銀行が、はい、そのドイツとかに渡って北ヨーロッパとかに渡っていってですね、うん、あとイギリスとかオランダとかにも行くんですよ、うん、で、この後にですね、もう一つ核変が起こります、はい、こっちの方がすごいんだけど、為替手形よりさらにすごい核変がここで起こるんだけど、はいはいはい、だいぶ時飛びますけど17世紀ぐらい、はい、オランダにアムステルダム銀行っていうのができます、はいはいはい、1609年ね、はい、で、うん、ここで、うん、起こったのがね、うん、銀行がたくさん預金持ってたわけ、うんうんうん、すっげえいっぱい預金集めてたから、はいはい、そのなんていうかな、銀行ってその銀行融資してて銀行が倒産するときって、うん、その全員が銀行からお金引き落とそうとするときですよね、はいはい、銀行人 の預金がなくなっちゃったら銀行ってもう何にもしようがなくなるんですけど、はいはい、それまでって銀行って預金からお金貸してたんですよ、うん、要は実際にお金を預けてもらって、うん、そのお金から人に貸すってことをしてたわけ、はいはい、今って違うんですよ。え、今は自分が持ってる預金以上にお金貸してるんですよ、はい、そうなん？はい、これができるようになったことによって資本主義に突入していくんです。バーってファンタジーなお金ができてきたんですよ。信用創造って言うんです、それ。銀行家になる人は全員ね勉強するんですけど、そのお金どこから来てるんですか？まあ結構経済学の話になっちゃうけど、はい、生み出してるのと、まあ、生み出してるって言っても過言ではないです。はあ、だから銀行って、はい、お金を持ってきて貸すっていうのが銀行の本質じゃなくて、はい、銀行がその金を生み出してお金を使うべき人に回す、お金を回していくっていうのが銀行の本来の機能なんです。現代というか近代以降の銀行の本質的な価値ってそこにあるんです。貸すんじゃなくて作るところがすごいんです。はあ、クレジットなんですね。クレジットというかね、はあ、ちょっと説明しますね。はいはいはい、分かりづらかったら、はい、質問してください、はい、どういうふうに生み出すかを、はい、例えば、はい、じゃあ僕が銀行だとします。はいはいはい、僕が銀行で、はい、中央銀行から100万円僕が借ります、はい、たった100万円ですけど100万円借ります、はい、そのうちの90万円を、はい、樋口さんに貸します。はい、でも樋口さんに貸してる90万円は預金口座としてまだ僕の銀行に入ってますよね。入ってますね、はい、なので僕はヤンヤンにも100万円しかないのに
でこの100万円しか現金としては最初もらってなかったのに、ヤンヤンにも80万円なり90万円を例えば貸すことができるんです。この時点で最初に中央銀行が渡した100万円のよりも増えてるんですよ。お金の数が、市場に流通してるお金の数が増えてるんです。増えてますよ、はい。まあ、ある種2人とも引き出す権利があるんですよ。でも僕100万円しか持ってない、100万円しか持ってないけど、樋口さんは90万円、はい、例えばヤンヤは80万円を引き出す権利を持ってるんです、はい、そうすると90たす80のお金を2人とももが持ってることになるので、はい、そうだ、この時点で100万円より金が増えてるんです。これが銀行の本質的な価値です。これでも一緒に下ろそうとしたらだから倒産するんです。一緒に下ろしてきたら倒産するんですけれども、国が安定してたらそのお金が必要なタイミングでずれてきたりとかするじゃないですか。そう、だから一緒に下ろすことなんてないんですよ基本的に。この強行の時とかはね、そう、違いますけど。だからその下ろすことがないという前提で銀行ってその預金で持ってる金の実際は3割だけしか現金持ってなくていいよねみたいな考え方があるわけ。でそのだから3倍ぐらい貸していいってことだから、100万円持ってたら330万円ぐらい貸していいよってこと、はい、ポイントとしてはさっきの話です。要は銀行が結果的にお金を市場に流通させてるお金の数を増やすことができてしまってる。バブルとかが起こるのこれが理由ですからね、究極的にはね。だから数、あ、まあちょっと語弊がある、はいはい、語弊があるよ、はい、経済が詳しい人に多分怒られるんですけど、そういう、まあその銀行の本質的価値はそこにあるんだけど、あ、僕間違えちゃったんですけど、はい、アムステルダム銀行じゃなくてストックホルム銀行ですね、はいはいはい、信用創造してるのは、はいはい、1657年のストックホルム銀行からまあこれができるようになったと、はいはいはい、まあ、これによってこうガツッと資本主義につながっていくっていう流れができていきます。いや、 やっぱなんか銀行ができたことによってめちゃくちゃいろいろ変わりそうな気がしますね。そうですね、想像だけでも、うん、なんで銀行間で、まあ、手形なりなんなりでキャッシュレスで決済ができるようになるよっていう話と、今言ったその信用創造ができるよっていう話と、あともう一つこの後に中央銀行の話するんですけど、はいはい、中央銀行が出てくることによってこれでめちゃくちゃ資本主義の体制が整っていくんですね。はあ、なるほど、はい。いやー、ちょっとこれはだいぶなんかあれですね、うん、こう目に見えるお金のところから結構概念的というか、そうですね、そのなんていうんですかね、はい、ないはずのお金が存在するみたいな、はい、そのちょっとこう感覚的にパッと理解できないところに、経済学部出た人はめっちゃ勉強、はい、これまさに超やったんだと思う、ここ。ああ、なるほどな。いや、だからいかに僕らがお金を理解せずに普通に使ってるかっていうことがなんかちょっと徐々に分かり出してきました、はい、いやー、ちょっとじゃあ一旦今日はここまでですかね、はいはい、ありがとうございました。ありがとうございます。